よろしくお願いいたします。日差しが強いですけれども、最後までどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いしま す。どうもお世話になってます。よろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3、2、1オープン。うわすごい、でかい。大きいですね。やっぱり歌舞伎解説15周年企画として、はい、これまで15年間の募金総額である53億円が入る巨大募金箱が登場いたしました。すごい、はい、15年の募金総額を募金箱で表すと、はい、このような形になったと、はい、いうことになりますけど、斉藤さんいかがですか、この大きさ。いや、大きさにまずびっくりしましたし、53億円というこの金額にもびっくりして、ここに500円玉が何個入るんだっていう話になりますよね。いい声で、はい、ね、はい、1000万枚いやー、どのくらいなんですかね。いい声ですね、はい、おたけさん、はい、53億円あったらどうしますか。あ、53億円ですか、はいはい、そしたらやっぱちょっと土地買いたいですね。土地をリアルだな。リアルだね。田園調布とか、リアルだに土地を買って転がしていきたいな。いいんだよ、そんなリアルなこと言わなくても。はい、こんな素敵なイベントで土地転がすとか二度と言うの。はい、すいません、本当に。はい、53億円あったら、おたけさん、土地を転がしたいという話があります。いや、あんまそんないい声で口をしないでください。はい、恥ずかしいです。恥の上塗りですから。はい、太田さんは53億円あったら、はい、53億円あったらですか。いや、僕はなんか本当に少しでも困ってる方のために使えればなと思いますけどね。まあ、一番いいコメントだよ、一番いいど真ん中のコメントだよ。ちなみに小林さんだったらどう使われますか。そうですね、私ももちろん全額募金したいと思います。真っ直ぐな目で、すいません、ね、やはりね、困、はい、ってる方を助けたいですよね。こんなこと言いたくないですけども、嘘つけって言いたいですよ。嘘ではありません。小林さんは本当に、はい、心からですよね。素晴らしいですよね。素晴らしいご回答いただきましたけど、ちょっと表情、目のキラキラが嘘くさくて、ね、ライトの性能キラキラは、はい、すごい純粋な意見ですよね。はい、本当ですね、はい、本当に多くの方が救われるきっかけになったらいいですよね。はい、そうですね、53億円ですからね。はい、すごい量の方が救えますよ。はい、僕も今小林さんの意見を聞いて、はい、自分もしっかりしなきゃいけないなというのをいろいろと感じましたね。はい、本当はね、いろいろ使いたいことあるけど、いや、いやいや、そんなことないですよ。本当に物欲はもうなくしてますので、結婚してから、はい、そうですね、はい、なくしてるんですね、はい、なくしてますから、はい、僕は土地以外だと、はい、おたけアイランドも作りたいなと思って。おたけアイランド、はい、ちっちゃなテーマパークなんですけど、おたけアイランドパチパチしなくていいですよ。おたけアイランドいらないでしょ、その文章。おたけアイランド小林さん行ってみたいですか。いいんですよ、それ広げなくて。どうでしょう、そうですね、本当夫婦で行きたいなと思います。ちょっと本当ちゃんとしたイベントなんで、おたけさんちょっと本当に、はい、ちょっと募金はでもちょいちょいさせてはいただいております。あ、そうなんです。まあ、そんな高額は正直したことないんですけども、はい、ちょいちょいいろんなところで募金は心がけて、本当ですこれは。なるほど、はい、まあ、こう社会貢献なんてね、何とつできてはございませんのでね。本当そうです。せめて、まあ、本当にそうですとは言われる違いですけどね。本当にそうです。まあ、せめても募金とかね、はい、そういうことだけでもやらさせていただいたら、お前なんか給料もらうなってよく言われるんでね。せめて募金、本当そうです、本当そうですとはやめてくださいね。本当そうです、ちょっとね、相方だからそれはできる限りはね、そう頑張ってるしたいなとは本当思ってるし、まあしてます。はい、街、はい、とかで募金したりだとかそういうのはしたことあるんですけど、なかなかこの募金、ヤフーのネット募金っていうのはまだちょっとしたことないんですよね。そうなんです、はい、小林さんはこのヤフーネット募金すでにされたと伺っています。はい、私はヤフーネット募金に募金したことがあるんですけれども、はい、すごくたくさんのプロジェクトが募金を募っているんですね。はいはい、で私が募金させていただいたのは、石巻市の子どもたちが利用する素敵な図書館を作りたいというプロジェクトでしたり、あと病気と闘っている子どもたちにセラピー犬が笑顔を届けることをしたいというプロジェクト、さらには行政にもう収容されてしまった犬や猫が、うん、適切な医療を受けられて、うん、はいはい、でその上にさらに里親を見つけるプロジェクトというのがあって、もうそこに募金させていただいたことがあります。あ、僕もやっぱりお二人と一緒で、まあ、そういうなんていうか、自分からこうやってじゃあ募金していこうというよりも、
あの実際にこうやって24時間テレビとかでイベントとかで、あの仕事でそういう、うん、あの一緒に募金のお手伝いをさせていただいたりとか、うん、やっぱそういった環境でしかやっぱ自分で行動できないっていう部分はちょっと恥ずかしい部分であるんですけども、あのいろんなところで震災が起きた時にもっと自分から積極的に、こういったあのイベントの機会をいただいたので、うん、積極的に励んでいきたいなと思いましたね。この場でサッとできるんですか。なんだそうなんです。ちょうど25日が給料日だったので一回銀行に行ってもそんな、そんなギリギリの額を振り込めって言ってるわけじゃないんだから。決してうちの会社は大きな金額はもらえないんですよ。そういうことじゃなくて、はい、そういうことじゃないんです。いろんな事情がおありだと思いますけど、いろんな事情があります。ぜひ寄付をよろしくお願いします、はい、あのつい先日台風15号が千葉県に甚大な被害をもたらしました。本日は代表して千葉県出身の斉藤さんに、はい、ヤフーネット募金を通じて台風15号による千葉災害への支援募金に寄付をしていただこうと思います、うん、そうですね。実際僕の地元で、あの僕のあの実家の方で被害があったわけではないんですけど、ちょっと離れたところであったんですけれども、やっぱ親戚の方々も結構この台風で結構苦しんでる方々もいっぱいいらっしゃったので、こういう場でなんかいろいろ僕も支援できればなと思いますので、はい、あの2日に1回ぐらい母親とは連絡取るマメちょっとマメなんで、マメなんです、すごいですよ、女の子みたいな。そうですそうです、まあ、2人も何度も僕が母親と連絡してるところを見たことがあると思うんですけど、本当に気持ち悪いですよ、ママあってで、あ、それは見ようね。ちょっと、ごめんなさい、ちょっとマイク下ろしてもらって、上がってるマイクが、ちょっと甘えちゃうと身も毛もよらず親子のコミュニケーションをちょっと下げてもらっていいですか、ごめんなさいね。仲いいね、まあ、仲いいですね、はいはい。じゃあここを押しますね。すいませんね、僕携帯とかね結構ね、あの音痴なんですよ、全然できないですよ。あ、そうなんですね、はい、斉藤さんの手元でスマホを操作されてますけれども、はい、その画面がこの大きなモニターに出ていると思っていただいて、はいはいはい、そうですよね、はい、なんかまずはですね、はい、ヤフージャパンの ID を持てることが必要となるんですね、はいはいはい、で今日はこのイベント用にこの別の ID を、はい、あの作らせてもらいましたので、はい、今入れるようになっています。 ありがとうございます。でこちらがそのプロジェクトの一覧になっていて、はい、寄付額順だったり新着順だったりするので、はい、常にこうチェックして見ていただくのもいいかもしれませんね。はい、でまずここですかね。そうですね、千葉の、はいはい、こちらをクリックすれば、そうですね、はい、寄付総額も、ね、そうなんです、寄付総額だったりとか人数だったりとか、はい、あと残りの日数だったりとかも、はい、記載されていて、はい、でその後この寄付するというところを押していただいて、はい、いいでしょうか。説明が丁寧でやりやすいです。小林さんありがとうございます、はいはい、あのお支払いはクレジットカードと T ポイントカードが使えるんですね。 T ポイントカードも使えるんだ。そうなんですよ、はい、で今日は T ポイントを使ってみようと思うんですが、あ、はい、この T ポイントの方を押していただいて、はい、で現在998ポイントあるので、あります、はい、どれぐらい自分がそのポイントとして寄付したいかを選ぶことができます。はい、いろいろ注意事項を読んでいただいて、はい、上記事項に同意するをチェックしてもらって、はい、ちょっと真剣に読ませていただきますね。まあまあそこはまあ読まなきゃいけないところだけど。そうですね、イベントの都合上上記に同意してくださいよ。ちょっと待ってください。いやいや、まあ、分かるよ、あなたの性格上真面目だからね。スタッフさんちょっと待ってください、ね、だけどそのもうここは皆さん読んだってことでいいですよね。もう一度確認しますか。同意してくださいよ、一回読んだら。はい、OK です。OK ですか。めちゃくちゃなことは書いていいよ。OK です。しっかり読んでいただいて、はい、で寄付の手続きへというボタンを押してください。はい。さらに、寄付するを押すと、はい、これめっちゃ簡単。そうなんですよ。これからどうするんだ、ここから。こちらでも。あ、すごい。完了です。めちゃめちゃ簡単ですね。そうなの、お申し込みありがとうございましたということで完了ですね。これすごい簡単ですね。はい。皆さん、ほら。あの大きいモニターに出てるので大丈夫です。あ、すいません、こちらが、こちらがそこでつながっていて、そういうことですね。自分ができることを自分のできる範囲でやり続けることが大切だなというふうに改めて思いました。もうヤフーネット募金はさまざまなプロジェクトが募金を募っているので、ぜひ募金の輪が広がって多くの人たちや動物たちが救われるきっかけになったらいいなというふうに思います。こんなちっぽけな人間でございますけども、募金できる余力はありますので、これから募金して生きていきたいと思っております。お世話になりました。いやいや、何もしてない。皆さん何をするなと。別に別になんかご飯おごってもらったわけでもないから。お世話になりましたって。お世話になってて、どうでも
全部日本語が間違ってる。太田さんお願いします。いやでも本当にこのこんな簡単な手順というか、あの家にいながらこれだけ簡単に募金するような便利なものがあるというのが知らなかったので、もう本当にこれだったらちょっとあのなかなかね外に出向くようななんか時間がない方でももう本当に手軽にできるなということを知ったので、どんどん僕も自分もすると同時に広めていけたらなと思ってます。ありがとうございます、はい、お世話になりました。決まりました。では斉藤さん。はい、そうですね、今あの実際にあの千葉の台風の被害のあれで実際に寄付させていただいたんですけども、また僕は地元だっていうことでやっぱ気持ちもやっぱすごい強いものがありますので、でも他の場所でもこの先ねいろんな被害とか遭われる方々たくさん、ね、出てきてもおかしくないような今ねあの状況だと思いますので、そういう時でもちゃんと自分がちゃんと寄付できるような人間になりたいなというのを今回のイベントで感じましたし、まあ、53億円というねこれだけの金額が寄付されているということで、まあ、びっくりしましたので、はい、自分もその中の一人になれるように頑張りたいなと思いました。お世話になりました。まあこれからちゃんと募金をしていけるように頑張りたいと思ってます。はい、おたけヤフー募金どう？おたけ最高潮。怒られるよお前。怒られるだろ最高潮とか言ったらお前。何が最高潮なんだよって言ってんだろ。なんでお前が最高潮って言ってんだろ。こういうのは大体ヤフー募金最高潮するから。なんで最後まで自分の名前入れて。すいません、はい、すいません、本当に連携がうまくいってなかったんだ。